皆さんこんにちは、ランママです。今回は材料を一つ変えただけで簡単に糖質ダウンができるドリアを作っていきたいと思います。それではまずホワイトソースを作っていきましょう。玉ねぎとバターを炒めていきます。そしてバターが溶けた時に通常ですと小麦粉を加えるんですが、今回はおからパウダーを加えていきます。おからパウダーも炒めながらなじませます。そしてなじんできたら少しずつ牛乳を加えていきましょう。続いて生クリームも何回かに分けて加えていきます。全部加えたら弱火で火を通しとろみをつけていきます。味付けはお好みの量のコンソメと塩コショウを加えます。かき混ぜて鍋底が見えてきたらホワイトソースは完成です。耐熱皿にご飯を入れホワイトソースをかけていきます。お好みの具材をトッピングし、その上に粉チーズ、とろけるチーズをかけていきます。準備ができ、オーブンで焼いたら完成になります。見た目はいつもと変わらないドリアなんですが、食べてみるとやはりあっさりしていて、そしておからパウダーがふわっと膨れ上がったような感じで、とても食べ応えのあるドリアになっています。これはご飯の量を減らしても十分満足できると思いますよ。今回のおからパウダー入りのホワイトソースで作るドリアはいかがでしたか？糖質ダイエットではかなり話題になっているおからパウダーですが、おからパウダーとはその名の通り、生のおからを乾燥させパウダー状にしたものです。水分を含むと3倍にも膨れるため満腹感もあり、ダイエットにもつながります。注意点としては、おからパウダーは水分を飛ばしているため 100g で考えると生のおからより3倍ほどカロリーは高いです。そのため低糖質だと思い安心して食べ過ぎてしまうと太る原因にもつながってしまいますが、1日の摂取量の目安は 30g と言われているので、今回のホワイトソースに入れた分量では問題ありません。逆に食物繊維に関しては生の4倍にもなりますので、便秘の改善、脂肪の燃焼、代謝アップというメリットもたくさんあります。おからパウダーをうまく利用してダイエットの参考にしていただければと思います。
それでは今回もご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。